ハトラはイラク共和国北部のニーナワー県モースルの南西約1 0 0トルサルサルワジ川のほとりの砂漠地帯に残る歴史的な都市遺跡。1985年に世界遺産に登録された。別名を神の家というパルティア帝国の重要な要塞都市でローマ帝国の度重なる攻撃にさらされた。2015年3月に イスラム過激派アイスセルに破壊された。2015年の第39回世界遺産委員会はイラク、文化財を守るための国際的な協力を呼びかけつつ、ハトラを危機にさらされている世界遺産リストに加えた。ハトラでは、紀元前1世紀頃から神殿を備えた都市が形成され、アルケサス・アサパルティアの領内にあった。ハトラは、 ローマ帝国とパルティアを結ぶキャラバンルート上の交易都市として重要であった。ハトラが都市として繁栄したのは2世紀のことであり、当時のハトラはパルティアとローマの間にある干渉国の役割を果たしていた。非文に見える人命によれば、住民の多くはセム系のアーラム人やアラブ人であるが、イラン系の人々も住んでいたことがわかる。軍事要塞としてのハトラは、 紀元116年から198年の間、再び始まったローマ軍の攻撃によく耐えた。117年、ハトラの近くまでやってきたトライアヌステーは、パルティア勢力の拠点と思われた、この砂漠都市を包囲し始めたが、数日後、やむなく断念した。周辺の人々から人と、け物のための補給を何も得られず、水も乏しく質が悪かったからである。ローマ人は、 食べ物や飲み物に狂ったように群がるしつこいハエの大群にも悩まされた。砂漠と草原に囲まれているという地理的利点と、いくつもの塔によって強化された高く厚い二重構造の円形の城壁及びその中に収容した屈強な兵によって強固な軍事的優勢を確保したのである。116年のトライアヌス帝による攻撃、その80年後のローマ軍の遠征。 そして216年のカラカラミカドの軍隊による襲撃をも尻けたハトラだったが3世紀にサーサーアン・アサ・ペルシアの攻撃によって征服、破壊された。ケルンのマニシャフォンによればサーサーアン・アサのアルダシール一世、またはその子のシャープール一世との共同統治、時代である240年から241年の間にハトラは征服された。 アンミアヌス・マルケ・リヌスは363年にハトラの廃墟を訪れてすでに遠い昔に無人になった土地にあることを記している。1836年から翌年にかけてバグダードの医者であったジョン・ロスによってハトラの廃墟が再発見された。最初の調査は1906年から1911年にかけてドイツのアッシュール発掘調査団によって行われた。 体系だった発掘は1951年になって、ようやくイラクの考古学者によって行われた。二重構造の城壁の外側の壁は、東西1 9キロメートル南北2キロメートルにわたる直径2キロメートルのほぼ円形で、粘土質のブロックが組み上げられて構成されている。内側の壁は2メートルの高さの石の壁で、内壁と外壁の間には3 0 0ルから5 0 0ル幅の、 深い堀がある。壁は163もの防衛塔を持っており、その間隔は決して35メートル以上開かないようになっている。4つの門は防御がえやすく、北門の保存状態が最も良い。町の中心部には長辺440メートル、短辺320メートルの壁で囲まれた神殿地域がある。この地域は広大な前帝部と神殿などが立つ。 聖域部に7つの門を持つ隔壁によって分けられていた。聖域における最大の建造物であるシャマシュ神殿は2つの大イーワーンを要しており、このイーワーンは最高神官を兼ねたハトラ王の住居であったと推測されている。シャマシュ神殿の本殿は前殿としての役割も担う大イーワーンの背後にあり、太陽神シャマシュを祀っている。この様式は、 後のペルシア及びイスラーム建築における主要な要素となった。シャマシュ神殿のすぐそばには、その外観がパルテノン神殿を彷彿とさせるギリシア神殿がある。ギリシア風なのは外観ばかりでなく、内装もまたしかりであって、イオニア式の中東やブドウやアカンサスの葉などの装飾が見られる。このようにパルテアの建造物には、オリエント様式と、 ギリシアローマ様式の融合が現れており、後のサーサーアン朝、ペルシアに受け継がれることとなる。117から138年頃のどうか、表にシャマシュの肖像を刻むハトラには、約500の碑文が残る。大部分は、アラム語、ハトラ方言で書かれているが、ラテン語、ギリシア語、アラム語パルミラ方言で書かれているものも、少数ある。 アラム語とギリシア語の二言語碑文が二つある。また、多数の銀貨や銅貨が発見されている。碑文の人名や神明から、ハトラの王の系譜や、当時の信仰について知ることができる。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。